お疲れ様です。それでは第29週目のテクニカル見通しについてお話していこうと思います。期日は7月15日から19日ですけども、15日は日本の市場がお休みになりますので、正確には16日からかなと思います。ただ、えー、こちらの XM 証券では15日も取引できますし、値動きもちゃんと見れますので、15日月曜日からきちんと利益を取っていきましょう。はい。で、1週間の見通しなんですけども、介入で一気に こちらの方ね、陰線が形づくれられましたけども、トレンドは相変わらず上昇を指しています。全体的に見ても、これが右肩上がりにしか見えませんよね。ということで、続く強いトレンドを、まあこちらをね、 え、念頭に置きながらトレードしていきたいと思います。具体的に言うと、一週間倍で取っていけばいいというね、方針は変わりません。逆に介入があったからこそ、こういったチャンスがね、いつものようにやってきたってことになります。ただし、相場には絶対がありませんので、倍で手放しでいいってわけにはいきません。日ごとにきちんと追っかけていきましょう。それでは、今ご覧いただいている月足から週足に移ります。はい、えっ、ー、と、週足。あ、失礼しました。今のが週足で、これから日足を見ていきますね。日足なんですけども、このようにね、 介入によって強制的に、えー、叩き落とされたわけなんですけども、だからといって、これがね、トレンドを転換するような、まあ、原因になるかどうかっていうと、もう皆さんお分かりの通り、こんなのはね、一時的なものであって、結局はトレンドの方向に戻っていきますから、まあ、ですんで、一時的なボーナスを頂い,いたような感じになりますので、きちんとここからね、1週間かけて、利益を私たちは倍で取っていくってことになります。 で、解説はテクニカル的な問題になってきますので、4時間の方に移っていきますけども、その4時間をどのように見るかってことです。この強い陰線からして、もう下に行く勢いはなくなりましたよってことが、この、下ー、下髭で示されてますね。これ実はね、これが3分の1の戻しなんですよ。こっから、ここまで一旦来て、同じ時間内に3分の1、ね、戻ったわけですよ、値段が。で、こっから、半値戻し。そして、 いずれは前年戻しに移っていくって中で、今週はこの残ったね、このギャップを取っていくわけですよ。3分の1年戻しから半年戻し。ここに見通しを立てて見ていくわけです。まあこれがだからテクニカル的な発想なんですよね。これ別に勘でも何でもなくて、今までそうなってるから、今回もそれを使っていくってことになります。ただし、絶対はないですから、だからこの4時間軸で動きを見ていってね。 もしかしたらもう一発下の方にね動いていくかもしれないよってことでロスカットラインは必ず引いていきましょうまあ繰り返すまでもないんですけども倍でエントリーすることは今週前提になりますけども同時にロスカットラインもきちんと適切なところに入れておいてくださいねリスクリワードが1.1の方2.1の方1.5対1の方様々だと思いますけどもご自身のリスクリワードがまだ決まってない方はねここはやっぱり一つの技術ですから自分のリスクリワードが決めれるようにはなっておきましょう もし決めるのが難しい方はご連絡ください。アドバイスいたします。さあ、1時間の方に移っていきますね。まあ当然ですけども、1週間の見通しって言っても、この1時間軸を見てね、1週間の見通しは立ちません。ですんで、これはあくまでも15日もしくは16日の見通しってことになります。さあご覧ください。下髭で下に行く域はここまでということに、テクニカル的には解釈できます。 157円の450ですね。ここからだから3円ほどのギャップを私たちはこれから稼いでいくってことになります。これがだから1週間のうちになるかどうかわかりませんけども、まあ、おもむね8月の半ばぐらいまで、お盆のあたりまでこの3円を取り戻していくってことになるんじゃないですかね。で、その3円が成就する暁に、暁っていうか過程ではですね、一旦下がることもありますので、ここでロスカットを食らうことがありますので、そのために日ごと4時間ごと1時間ごときちんと毎日見ていかなければいけませんよってことです。せっかく、 こういう風なね、倍の大きな流れがテクニカル的に見えてるのに、それなのにロスカットになるってことはあるわけですよ。だからそれを避けて、で、上昇のトレンドの 利益だけを積み上げていって勝ち越していくっていうのがテクニカルの技術ですからね。テクニカルの技術がない方は、上昇トレンド中なのに、なぜかセルの負けに、あさらのセルの波に巻き込まれてね、ロスカットを受けながら、結局上昇トレンドという見方は合っていたのになぜかね、あのロスカットを押しでマイナスになってしまった負け越していたってことになります。そうなってはいけませんからね、きちんと見ていきましょう。さあ、これが15日もしくは16日のものだとすると、ここからは回復を狙う 倍に入っていく。このあたりまでね、えー、戻っていくことを想定しながらあエントリーしていくことになると思います。157円の834で今値、ね、動き止まってますんで、もしリスクを負いたくない、怖いよって方は158円台に入ってから倍に入っていく。こういった考え方でもよろしいかと思います。慎重に慎重を重ねるなら158円を抜けたところを確認してですよ。上に伸びていくことを確認してからエントリーしてくださいね。リスクが追える方は今すぐ倍で入ってください。それでは。